ってどこ行くんエリチ。追いかけて行った先でエリが見てたのは白いパラソルの下、露店で売られてるアクセサリーのお店やった。どれも一つ数百円の、いかにも観光地仕様のちょっとしたお土産品。どっちかっていうといつもおしゃれで本物志向のエリチにしてはなんだか意外で、そのままついては来たけど。ねえ、これ欲しいな。え、この赤いガラス玉の指輪？なんで？っていうかこんなんきっと500円くらいやし、欲しかったら買えばええやん。あかん、うちなんや動揺してる。うん、欲しいな。一体これは何なん？どういうこと？そう思いつつうちが黙ってると。ねえ、これのぞみが買って私にちょうだい。今日の記念にしたいの。今日の記念？今日は本当に楽しかったし、これからまたミューズは忙しくなるし、いつまたこんな風に遊びに来れるかわからないから。ね、いいでしょ？エリチ。